20日火曜日のお天気をお伝えします。降水予想を見ていきます。台風6号の影響が、続いていきそうですね。南西諸島に接近していきます。台風の北側に広がる活発な雨雲の影響で沖縄本島そして奄美地方では雨の降り方が強まる恐れがあります。特に日中の時間帯の強い雨に警戒をしてください。風も強まりそうです。風の予想を見ていきましょう。台風の影響により本島そして奄美周辺では平均で15メートルほどの風が吹いていく予想。瞬間的には30メートルを超えるような風の強さになっていきます。飛ばされやすいものなどに注意をしてください。さあそしてこちらも見ていきましょう。波の状況です。こちらもだんだんと台風接近に伴いまして波が高くなっていきます。うねりを伴った高波に警戒をしてください。沖縄本島奄美に関しましてはしけ模様大しけとなる恐れもあります。そして九州や四国の太平洋側こちらに関しましても台風の影響によって波が高くなっていく恐れがありますので海のレジャーなどは控えください。ではその他のエリアお天気アイコンで確認していきます。20日火曜日のお天気アイコンを見ていきます。各地で日差しが届いていきそうですね。特に強い日差しが照りつけて西日本のエリアでは最高気温35度を上回る地点も出てくる予想となっています。午後の時間帯は東日本エリアなど内陸山沿いを中心に天気の急変雷雨にご注意ください。まだまだ熱中症対策が欠かせません。夜間帯もですね、こまめな水分補給、塩分補給を行うなど体調管理には十分に気をつけてお過ごしください。